皆さん、こんにちは。人気ギタリストである布袋寅泰さん。そんな布袋さんは吉川晃司さんや氷室京介さんと不仲説や確執があるそうです。今回はそんな布袋さんについてまとめていきたいと思います。まずは布袋寅泰さんの簡単なプロフィールをご紹介します。出生名布袋寅泰、生誕1962年2月1日、出身地群馬県高崎市、学歴新島学園高等学校、活動期間1981年、事務所ダダミュージック、共同作業者ボーイコンプレックスとなっています。まずご紹介するのは氷室京介さんと布袋寅泰さんのご関係についてです。かつてボーイのボーカルとして活躍した伝説のロックシンガー氷室京介さん、1987年12月24日に行われた渋谷公会堂でのライブ中に突然の解散宣言をし、ボーイは6年の活動期間をもって解散しています。まさに人気絶頂での解散劇だっただけに、解散の原因についてはよくありがちなメンバー間の音楽性の違いや金銭トラブルなど様々な説が飛び交いました。その中でも説得力を持って語られている説は、当時ボーイの人気を二分していたボーカル氷室京介さんとギタリスト布袋寅泰さんの不仲や確執が原因とする説です。その後、解散から34年以上経った現在もなおバンド側からの正式な解散理由は発表されていません。布袋寅泰さんに至っては2006年に発売した自伝エッセイ秘密の中で、ボーイの解散理由は墓場まで持っていくと意味ありげに綴っていたりします。バンドメンバーによる説明がない以上、どれも噂の息を出ないわけですが、今回は現在もなお注目され続けている氷室京介さんと布袋寅泰さんの不仲や確執についての噂の真相について調べてみました。最初にボーイの解散を言い出したのは布袋寅泰さんだったことは間違いなさそうです。もともとボーイのメンバー間で1位を取ったら解散という話をしていたそうなのですが、それはブレイクする以前からの話で、布袋寅泰さん以外のメンバーにとってはあくまで冗談半分の扱いだったといいます。しかし1986年にリリースしたフィフスアルバムビートエモーションがオリコン初登場1位を記録し、商業的にも大成功を収めたことから、この時に初めてバンド解散についての話し合いが持たれたと言われています。またボーイの楽曲のほとんどは布袋寅泰さんが作曲していたこともあり、実質的に布袋寅泰さんがボーイのプロデューサー的立場にあったようです。布袋寅泰さんにしてみれば、自分が作った曲でボーイが人気バンドになったという自負もあったでしょうし、もしかするとボーイの音楽自体は自分が本当にやりたい音楽とは違っていたのかもしれません。また後に布袋寅泰さんは次のようなコメントを残しています。100万枚とか売れる風になると当たり前にロック好きじゃない子も入ってくる。それがミュージシャンとしてすごく居心地が悪くなってきた。誰も自分のギターなんか聴いてないんじゃないか、ただキャーキャー言ってるだけじゃないかと感じるようになった。後期になっていくと、うまくいけばうまくいくほどだんだん味気なくなり、メンバー全員がバンドや自分自身に対して違和感を抱くようになった。伝説のロックバンドボーイは1988年4月に東京ドームで行われたラストギグスにて正式にバンドとしての活動を終了しました。バンド側の発表によると、ボーイはあくまで解散宣言をした前年12月24日で解散しており、ラストギグスは同窓会のようなものとのコメントを残しています。しかし実際には最終公演後の移動車内ではメンバー全員が泣いていたと言われています。氷室京介と布袋寅泰の不仲や確執の最大の原因とされていること。布袋寅泰さんは1985年人気歌手の山下久美子さんと結婚しています。1985年といえばボーイの人気もまだそれほど上がっておらず、メンバーは比較的時間に余裕があった頃でした。布袋寅泰さんは山下久美子さんと結婚する前から彼女のサポートギターを務めており、
結婚後はさらに彼女のツアーに同行する機会が増えていったようです。やがて布袋寅泰さんはボーイのメンバーであるベースの松井恒松さんとドラムの高橋誠さんにも山下さんのサポートを依頼するようになっていったのだとか。こうしてボーイの氷室京介さん以外のメンバーが布袋寅泰さんの嫁である山下久美子さんのサポートに回る機会が増えていく中で発表されたのが1986年のフォースアルバム Just a Hero でした。一説によるとこのアルバムは氷室京介さんが一人で打ち込みなどの作業をしたとも。布袋寅泰さんのこうした独りよがりな行動により、それまでまとまっていたバンド内の人間関係がギクシャクし始め、そのことに氷室京介さんは我慢ならなかったのではないか。やがてそれが布袋寅泰さんとの不仲や確執の最大の原因になったのではないかと言われています。ボーイ解散後もソロ活動を積極的に展開していた氷室京介さんでしたが、2014年7月13日山口県周防市文化会館で開催したライブ中に、その直後所属事務所から次のような正式の発表がありました。本日7月13日周南市文化会館公演にて氷室京介本人がステージ上で自身の音楽活動への引退の意向を表明いたしました。急な発表となりファンの皆様を驚かせてしまったことをお詫び申し上げます。正式には7月19日20日に予定している横浜スタジアム公演および来年企画しているファイナルコンサートをもって氷室京介としてのコンサート活動を休止させていただく意向です。この発表を受けてネット上でもっぱら話題になり注目されたのが布袋寅泰さんの動向でした。そんな中、布袋寅泰さんは発表翌日の7月14日自身のブログに This is my true feelingというタイトルの記事をアップしました。注目の内容は次の通りです。もし彼が本当にステージから姿を消してしまうなら、最後のステージはせめて1曲でも隣でギターを弾かせてほしい、そう願うのみと、氷室京介さんの名前こそ出さなかったものの、どう見ても氷室さんに宛てたと取れるメッセージを投稿したんですよね。ボーイも事の成り行きを固唾を飲んで見守っていたのですが、そんな布袋寅泰さんの願いが実現することはありませんでした。ただ布袋寅泰さんは氷室京介さんのラストライブの最終日を観客席から見届けたそうで、その後氷室京介さんに向けて次のようなコメントを送っています。あなたと出会い、あなたの隣でビートを刻み、歌い踊り笑顔を交わせたことはギタリストとして最大の喜びであり誇りです。心からの感謝と最大のリスペクトを込めて、2019年5月伝説のロックバンドボーイのギタリストの布袋寅泰さん、ベースの松井恒松さん、ドラムの高橋誠さんの3人が新曲サンクスアロットを発表しました。この3人が揃うのは1988年4月に行われたボーイのラストライブラストギグス以来で、実に31年ぶりになります。そんなボーイの復活に歓喜するファンも多かったようですが、氷室京介さんの共演が実現しなかったことを落胆する声の方が圧倒的に多かったようです。しかしその一方で布袋寅泰さんに対するこんな厳しい意見も。布袋がボーイ再結成を言い出したところで可能性が限りなくゼロに近いことは当時を知る人なら分かっている。むしろタイミングよく新アルバムが発売されるし、どこか布袋にあざとさを感じてしまうという。ちなみに31年ぶりのボーイの新曲サンクスアロットは2019年5月29日に発売された布袋寅泰さんのアルバムギタリズム6に収録されています。次に吉川晃司さんとの関係をご紹介します。吉川晃司さんは人気ギタリスト布袋寅泰さんと共にコンプレックスというロックユニットで活動していたことがありました。2人のユニットは1988年から1990年のわずか2年のみの活動となっていて、現在では伝説的な存在としてファンの間で語られています。ファーストシングルである Be My Baby は大ヒットとなり、彼らの代表曲となっています。
コンプレックスの結成は布袋寅泰さんが以前所属していた人気バンドボーイが解散した後、彼から吉川晃司さんに一緒にやろうかと声をかけたことがきっかけとなっています。その後は双方の事務所も話し合いに参加し、ユニット結成が決まりました。吉川晃司さんと布袋寅泰さんの2人はコンプレックス結成前から仲が良かったようで、当初はボーイのアルバムに吉川晃司さんが参加し、吉川晃司さんのアルバムには布袋寅泰さんがギターで参加するなどしていました。また仕事だけでなくプライベートでも親交は深かったようで、公私ともに信頼関係は厚かったのだそうです。吉川晃司さんと布袋寅泰さんはコンプレックス結成前から仲が良かったことは分かっていますが、その関係は異常なほどに親密なもので、当時は2人とも同じマンションで暮らし、夕食のおかずを持ち寄ったり、2人でハワイ旅行にまで出かけていたのだそうです。こうしたことから吉川晃司さんと布袋寅泰さんの2人はまさに相棒とも呼べるほどの関係だったことがうかがえ、そんな2人が作る音楽にファンは酔いしれました。コンプレックスは結成から2年後の1990年に活動休止を発表。同年11月に行われた東京ドーム公演が最後のライブとなりました。彼らが活動休止に至った理由は音楽性の根本的な違いが原因となっていて、双方に意見が対立してしまったのだとか。その後は雑誌のインタビューにて双方がコンプレックスさえ組まなければ少なくとも友人を失うことはなかったと語っていて、激しい対立があったことも話題になりました。コンプレックスとして活動していた吉川晃司さんと布袋寅泰さんの2人は意見の食い違いから殴り合いの喧嘩に発展していたようで、この時は居酒屋で取っ組み合いをしていたことが分かっています。また2人の意見の食い違いは以前からあったと思われ、これを機に2人の関係は決裂してしまいました。吉川晃司さんと布袋寅泰さんの2人は最初から音楽性の違いを感じていたようで、なんとレコーディングを重ねるたびに関係は悪くなる一方だったのだとか。吉川晃司さんは最後のアルバムを出す時には勝手にやってと感じていたようで、最初から何もかもが全然違うことを明かしました。一方の布袋寅泰さんは商業的な成功以外何も得られなかったと語っていて、2人の関係は完全に終わってしまいました。吉川晃司さんと布袋寅泰さんのコンプレックスは2011年7月に行われた東日本大震災のチャリティーライブにて再結成を果たしました。このライブは7月30日と翌31日の2日間行われ、ファンを大いに盛り上げました。では最後に、そんな布袋寅泰さんのまな娘であり女優や歌手として活躍している布袋愛沙さんをご紹介します。布袋寅泰さんは1999年6月6日に歌手や女優などとして活躍する今井美樹さんと入籍しています。2人の関係は布袋寅泰さんが前妻である山下久美子さんとの婚姻中にスタートしたことから、当時は不倫の末の略奪婚と大変な話題になりましたが、入籍から3年後の2002年7月26日、2人の間に長女が誕生しました。そしてその布袋寅泰さんと今井美樹さんの間に誕生した長女こそが今回注目している布袋愛沙さんなんですよね。布袋愛沙さんは父親である布袋寅泰さんが40歳、母親である今井美樹さんが39歳の時に授かった子供でした。なお布袋寅泰さん今井美樹さん夫婦の子供は布袋愛沙さん一人で、彼女に兄弟はいないようです。2012年、布袋愛沙さんが10歳で小学4年生だった時、家族3人でイギリスへ移住しています。これから約2年後には家族でイギリスへ移住することになります。残念ながら現時点で布袋愛沙さんの素顔をはっきりと捉えた画像は公開されていないようなのですが、父親布袋寅泰さんの SNS に投稿されるたびに大変な話題になった布袋愛沙さんの主な画像をご紹介すると、14歳の誕生日に投稿された後ろ姿が母親今井美樹さんにそっくりと話題に。2016年7月26日に14歳になった布袋愛沙さんに対して、親の布袋寅泰さんは14歳のお誕生日おめでとう、君はもうレディーだね
いつまでも見守っているよ、とのコメントとともに画像を投稿しました。そんな布袋愛沙さんの佇まいが、14歳にしてすでに母親今井美樹さんのそれにそっくりと大変な話題になったんですよね。翌2017年7月26日に15歳になった布袋愛沙さんですが、父親の布袋寅泰さんは、ハッピーフィフティーンスハッピーバースデー、 You are the most beautiful girl in the world、 15歳の誕生日おめでとう、とのコメントとともに画像を投稿したんですよね。さすがに布袋寅泰さんと今井美樹さんの娘さんなだけあって、今回はそのスタイルの良さが大きな話題になりました。また布袋寅泰さんのコメントである、 You are the most beautiful girl in the world、 世界で一番美しい女の子だよ、というコメントに痺れるファンも続出していたようです。布袋寅泰さんといえば187cmと高身長で知られており、あのデビッド・ボーイに、彼がステージに上がるなら僕はハイヒールを履く必要があるとまで言わせた、などなど、いくつかの身長にまつわる逸話を持っている人物なんですよね。そんな布袋寅泰さんと肩を並べたシルエットが、もはや恋人同士と言っても決しておかしくはないレベルなんですよね。まあ母親の今井美樹さんも身長が 168.2cm と同世代の女性としてはかなり高い方なので、遺伝的に考えれば布袋愛沙さんの身長が伸びないはずはないんですよね。ただ写真はあくまで壁に写った影帽子なので、大体のイメージこそできるものの、布袋愛沙さんの具体的な身長はわからなかったのですが、2022年2月10日父親である布袋寅泰さんが徹子の部屋に出演した際、娘布袋愛沙さんの話になり、司会を務める黒柳徹子さんから、お嬢さんが洋服を借りに来ることもあるんですってと振られた際、次のように答えたのです。そうなんですよ、背丈がママと同じぐらいでちょっと高いのかな、とてもセンスがあってママの服着ればいいのにパパの服着たがるんですよ。前述したように、今井美樹さんの身長は 168.2cm なので、それよりもちょっと高いってことは、少なくとも布袋愛沙さんの身長は 170cm 近くあるということなのでしょうか。ちなみに徹子の部屋での話によると、布袋愛沙さんは母親である今井美樹さんの服よりも布袋寅泰さんの服がお気に入りのようで、特にトレーナーやフーディーを貸すとなかなか帰ってこないんです、なんて嬉しそうに語っていたようです。2022年2月時点ですでに19歳になっている布袋愛沙さんは、2021年に大学に合格し、現在はロンドンにある自宅を離れ寮生活を送っているそうです。一方の布袋寅泰さんは、2021年に開催された東京2020パラリンピックの開会式に携わっていたため、当初は東京とロンドンを往復して仕事をしようと考えていたのだとか。ところが折からのコロナ禍により隔離期間が必要になったりしたこともあり、オリンピックが開催された2021年の夏以降、布袋寅泰さんはロンドンに帰っておらず、日本に長期滞在しているのだとか。イギリスの新学期は9月なので、2021年の9月以降は今井美樹さんが一人でロンドンの自宅を守っていることになりますね。ちなみに海外でも知名度の高い日本を代表するギタリストである布袋寅泰さんは、東京2020パラリンピックの開会式でオープニングアクトを務められました。障害を持つパフォーマーたちと共演し、世界的な注目を浴びた布袋寅泰さんの勇姿に、娘である布袋愛沙さんは、パパ世界一かっこいいと褒めてくれたそうです。そんなとっても仲が良い布袋愛沙さんと布袋寅泰さん親子の話題でした。いかがだったでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。